石を投げればアイドルに当たるアイドル大国日本。この記録は日々誕生するアイドルの中から一歩先行くスーパーアイドルを育成すべく立ち上がった二人の鬼教官と、スーパーアイドルに名乗りを上げた一人の少女中島めぐみとの汗と涙の物語である。神谷教官、神谷教官。はい、今夜もドルマコを釣り上げたのかろう、神谷教官です。おはようございます。お兄ちゃん、お兄ちゃん、なんかだよ。中島めぐみです。お兄ちゃんか。あー、なるほど。お兄ちゃんってちょっと響きがいいね。なるほどね。さて、今週の特訓行ってみよう。はい、はい、ではまず、ルキアンさんから届きました、スーパーアイドルの条件です。はい、明日に役立つ雑学を持っている。ほうほう、それはそれは重要。まず、みんなの心をつかむことから始めるってことだね。まず一話しといて、おーって思わせとくと、この子は物をよく知ってるなぁ。あ、なるほど。って言って注目度が高まるってことだ。確かにそれはありますね。めぐみくん。はい。なんかみんながほーっと言えるような話あるかね。じゃあ一つ。はい。ピザハットさんの。お。ハットって何だと思いますか？ハット？帽子ではないのかね。帽子じゃないんですよ。え？すずりが HAT だと、うん、ハットなんですけど、ハットなんですけどじゃないよ。帽子。帽子なんですけど、うん、HUT だと、山小屋って意味になるんですね。あー。ピザハットだと、ピザ小屋。ピザ小屋？ピザ届けてくれるわけですよ。の小屋なんだ。そうなんです。へぇー。あ、なるほどね。皆さんピザ食べてくださいね。なるほどね。HAT ではなく HUT なんだ。HUT なんです。ははー。しかも最後にドットがついてるんですよ。うん。ドットがついてるとなんかあるかな。ドットは何？これ何なの、ドットは。それは、また次回。また次回かー、気になるなー。そしてまた、めぐみちゃんの話を聞いてみたいと思ってしまう。これは、なんということだ。さすがスーパーアイドル、素晴らしい。はい、次いきますね。はい。ハンドルネーム、フラッグファイターさんでーす。お、はい。自分の名前を自分で言う。例があります。あ、例がある。自分で、ヒロシは、が好きなんですよ。ヒロシはいつも家で、猫と遊んでるんですよ。っていうことみたいですよ。ちょっと待ってくれ！なんでみんな、例題がヒロシなんだ？知りませんよ。ちょっと待ってくれよ。それ、なんか感じ悪くないか？ちょっとヒロシ的に感じ悪いよ。ヒロシ、タチ。ヒロシ気分害しちゃったよ、それ。タチが。のとタチ。のとタチ。まあでも、なかなかそれもな、重要なことだよ。めぐみっていう名前を世の中に広めるためには、自分で自ら言っていくってことも重要ってことだ。はい。じゃあこれからは、このコーナー必ずめぐみはっていうところからスタートしようかね。はい。めぐみは、プロレスが好きなんです。内容がちょっとな。ああ、そうなんだよね。今ね、まっすぐ目を見てね、プロレスが好きなんですって言われちゃったの。めぐみは、めぐみは今すぐ技をかけたいと思ってる。ああ、何かけたいの？シャープシューター。シャープシューターって何？なんか、でも、名前からしてかなりえげつないやつだと思いますよ。シャープなシューターなんでしょ？中村くん。え、シャープは一体どんな技か想像してみてくれたまえ。一体どんな技かね。やばい。絶対やばい。鋭角に刺さるやつだと思う。絶対に。打撃系かな。打撃の、鋭角に刺さるようなやつ。まあ、これもまた次回。あ、また次回じゃ、聞きが強い。また、めぐみくんの話を聞いてみたくなってしまったさ、じゃあ次行きますよ。お、はい。ハンドルネーム、トランザムで絶望的武力介入さんです。お、はい。アイドルの条件といえば、世界で一番自分が好きが条件ではないかと思います。ほほー。まあ、それもまた一理あるといえば一理ある。うん、中村くんは自分のこと好きかね？大嫌いです。私もだ。残念ながら我々はアイドルに向いていないようだ。めぐみくんはどうかな？自分の好きなところ。めぐみは、あ、ちょっとさっきの使ってる。実践してるな。めぐみは、まあ、プロレスが好きなところも、もう、最高だと思ってるし、中身がおっさん臭いとこだって、すごくいいと思ってる。ほうほう、確かに。もう、お二人のことより、自分のことが大好きです。ちょっとは我々のことを思ってくれよ。私はもう気を使ってください。あ、それはまた次回。また次回か。次回好きだな。天丼だ。
さすがめぐみくん。でもね、ここで一つ言うとね、はい、あれなんですよ。僕の前のマネージャーさんが言ってたんですけど、はあ、自分の名前を自分で言うっていうのは、はい、これね、可愛いとか言うこともあるんですけど、はい、そうじゃなくてね、やっぱ役者さんじゃないわ、タレントさんだから自分の名前を売らなきゃいけないじゃないですか。はい、で、例えば、ヒロシはって言うと、この子はヒロシなんだって相手が分かってくれるから、呼びやすくなるっていうのは聞きました。あ、そうなんですね。うん、じゃあ、お二人もぜひ。あ、自分たちで、はい。ゆういちは、もうゆういちなんだ。あ、もういいですよ。ハンドルネーム、しろしろさんです。アイドルは、マイクなしでも大音響。おぉ、どういうことだ。やはり歌を歌うときとかは、もしマイクが壊れてしまって、うん、お客さんの前で、歌うときにね、もしマイクが壊れてしまったとしても、生声でみんなに声を届けられる。それでこそスーパーアイドルだ。それはアイドルだ。はい。これから、めぐみくんのマイクを振ります。ということで、僕か中村くんのマイクしか生きていません、現在。おーい。おーい。もっそいを振ってますけれども、めぐみくんの声はきっとみんなの元に届いていることであろう。はい。めぐみくん。はい。遠いな。なんでちょっと、しかもタイムラグもあったんだろう。そんな離れてないよ。距離はそのままだ。距離はそのままだよ。大丈夫だと思うけどね。声が、うん、はい。我々も拾ってんのかどうか分かんないですからね。なんとも言いにくいんですけど。そうだよね。ディレクターのいたずらで僕のマイクがオフられる可能性もあるからね。みんなオフになっちゃうかな。うん。そしたらこの放送、誰が喋ってることになるんだろうね。急にニュースです。うお、それは気になる。じゃあその話はまた来週。よーし、めぐみくん、今日はこの辺で勘弁だ。以上、身になる身につく身から出るアイドル育成道場、今夜もドル箱積み上げたのか解散。ありがとうございました。